テンプレート、ノート、ウィキプロジェクト D 例に OP、発売にこぎつけた矢先、口述する不具合が発覚し、自主回収を余儀なくされた。同じ理由で、同じオプション性で、ドコモ向けの OP2500 にハイスピードが、販売自体が中止となり、同社の後継製品は、2010年9月までに、一切日本国内では発売されていない。一部のノートパソコンで使用した場合に、 本商品がパソコンから抜けなくなる、または抜き取る際にパソコンのスロット部分を破損してしまう恐れがあることが開発段階で判明した。当初はソフトウェアの不具合を理由として発売を延期しソフトウェアハードウェアを修正した上で約半年を経て発売にまでこぎつけたものの不安を払拭できず結果すでに出回っていた約1200台が 自主回収の対象となり、特に利用を希望するユーザーを除き、D02NE、d ング g 3 D02HW への無償交換の処置が取られた。なお、ドコモ向けの OP2500 にハイスピードについても、同様の不安が払拭できなかったため、こちらは発売自体がなされなかった。ありがとうございます。